こんにちは、リンです。今日はアルバのつらら落としに関する話。上空に飛んだ後、大将の頭上からつららを降らせるあれですね。こちら上空に舞い上がる瞬間はスーパーアーマーがかかっており、高速用バリスタガンでも落とすことはできません。しかし、完全に飛び上がってからは話が別。ちゃんと撃墜することができます。しっかり上空から落ちてきましたね。そしてこれは高速弾や閃光弾でも同様。ただ閃光は映像として見づらいので、高速弾だけ供養。綺麗な垂直落下を見せてくれますね。このように、上空でもちゃんとモーションが用意されています。では次にひるませてみましょう。ということで、アルバトリオンが瞬間移動する仕様でした。最後に、上空でとどめを刺した際の挙動を流して動画を終わりにしようと思います。あの位置からの討伐演出23秒あるの頭おかしいよ。